名探偵コナン、工藤新一が子供になった理由がある。コナンの勘違いしやすい設定。新一や灰原が飲んだ薬は子供になる薬ではなく、致死性の毒薬なんです。え？勘違いしている人が多いみたいですが、私も勘違いしていました。設定上では間違いなく致死性の毒薬で、ごくごく稀に死なずに子供になってしまう副作用があると説明されています。新一と灰原は運よく生き残っただけなのです。なんたる強運。しかも若返れて羨ましい。一つ心配なのが、大人に戻るためにまたこの強運が必要なのではなかろうか。コナンは新一に戻れるのか。最終回は書き下ろされ保管されているので、いずれ真実が解き明かされるでしょう。名探偵コナン、驚きの真実。あの二人はすでに結婚していた。あの二人とはなんと作者の青山先生とコナンが結婚していたのです。厳密に言うと、青山先生とコナンの声優の高山みなみさんが結婚していたのです。自分の作ったキャラと結婚、ロマンです。しかし現在はお別れしているそうです。ロマンは儚い。ちなみに高山みなみさんは魔女の宅急便のキキ、ドラえもんスネ夫のママ、忍たま乱太郎やミスターアジッコ、様々な作品に出演されています。名探偵コナンとセーラームーンの思わぬつながりが発覚。セーラームーンの作者竹内直子先生がとあるインタビューで、タキシード仮面のモデルはなんと怪盗キッドなんですと明言されていました。名探偵コナンの作者青山先生もこの事実にびっくり、しかし嬉しそうにしていたようです。青山先生の古い作品にマジックカイトという漫画があり、その主人公が怪盗キッドなのです。そこからタキシード仮面を思いついたそうです。ちなみにセーラームーンの作者竹内先生は悠々白書やハンターハンターの作者戸橋先生の奥様という話は有名ですが、私はハンターハンターが大好きです。続きが見たい、最終回が見たい。奥様でいいので書いてくれ。そりゃダメか。名探偵コナンの声優さんとアニメキャラの面白い関係性。高木刑事の初期設定は名もない、ただのエキストラキャラの予定だった。しかしアニメの声を入れる本番中に、めぐれ警部役の茶風林さんがアドリブで高木刑事役の高木渡さんに名前を尋ねたらしく、高木渡さんがとっさに自分の本名である高木ですと答えたところから高木刑事になったそうです。なぜ茶風林さんがアドリブを入れたのかは不明ですが、これをきっかけに高木刑事は一躍時の人になったのです。さらに光彦の初期設定は嫌な性格のキャラだった。しかし声優の大谷育恵さんがピカチュウやチョッパーという可愛らしいキャラも担当していて、その流れのイメージで光彦の性格もいい人の設定に変更されたそうです。声優とキャラの関係って面白いですね。名探偵コナンの驚きの事実が発覚しました。コナンよりクレヨンしんちゃんの方がなんと身長が高い。コナン小学1年生、身長102センチ、しんちゃん5歳、身長106センチ、しんちゃんの方が4センチ高い。コナンちっさ、頑張れコナン。ちなみにコナンは小さくなった時は6歳でしたが、連載中に誕生日を迎え7歳になりました。27年で1回だけ誕生日、いろんな意味でびっくり。驚きの事実丸2、コナンの裏には会社。漫画でも映画でもガス爆発の場面は何度もありました。しかしアニメ版では一度もないのです。一度もですよ。その理由がテレビアニメのスポンサーにガス会社がいるからだそうです。大人の事情ってやつでした。動画作りの励みになるので、よろしければチャンネル登録をお願いします。